次あちらになります。ありがとうございました。様々なあの医療現場であのアルコールの消毒液が足りないとか、あと一般の家庭でもそういう消毒液が足りないっていうのをあの新聞やですねテレビのニュースで拝見しまして、で我々がですねそのアルコールを扱える酒造メーカーとして何ができるかというのを考えまして、まあ、少しでもあの社会貢献できたらなというふうに思いまして、あの今回の商品を企画いたしました。